どうも、ウドです。今回はですね、群馬県の長野原草津口駅にやってきました。ここにはですね、昔戦時中に作られていたか工事が開始された、未成線が存在していて、その未成線はですね、現在はまあ終戦とともに使われることがなくなってしまったんですが、隧道や橋脚などがまだ残されているそうなので、今回はそちらを見に来ました。というわけで早速見に行ってみましょう。はい、というわけで、草の原駅から、しばらく歩いてきました。上には、道路があって、歩道から下を覗いた時に、はい、こちら目の前のこの扉とか窓とかあるこちらが、未成線の隧道になります。で、一応、草の原駅はこの向こう側にあるんですけど、向こう側の隧道はやはり未成線ということだけあって、こちら側しか開口してなくて、向こうからは、入れないです。とりあえず中の方まで行ってみましょう。入り口付近はこのような綺麗な形をして、おそらく完成というか、こっちから多分進んできたのかな、工事は。この辺はおそらく工事はほとんど完了していたんですが、はい、どうやらここから、工事が進んでいなかったようです。おお、結構ひんやりしてるけど、ここから急に狭くなりますね。いやー、前回の軍事用の隧道行った後なんで、結構コウモリビビってるんですよね。いや、こういうとこ絶対いそうだよな。ちょっと、おお、こっからだいぶ狭いな。今普通に余裕で立ててる。あーっと、コウモリ発見で、一応この辺りまでは余裕で立てるんですが、ここから先がかなり狭いですね。この一部分だけ狭いんだ。奥は広くなってるな。もうかね、あれコウモリだよな。ちょっとまだいねえよな。他はいなさそうだな。いや、コウモリ怖い。おお、コウモリだよな、あれな。そうだよな。あんまり光向けないようにしよう。これまたコウモリかよ。よいしょ。うわー、待って、マジか、あそこにもいるじゃん。いやー、ちょっとこれ以上行きたいけど、コウモリ刺激しちゃうな、これな。はい、というわけで、隧道を脱出して、今度はその先にある、橋脚の部分を見に来ました。はい、こちら目の前の森の中に2本そびえ立つ、こちらも、その戦争よいしょ終戦して使われなくなった、線路の、一部です。この辺ちょっとやぶこぎしてきたんですけど、綺麗。はい、あ、3本あるのか。向こう側にも1本ありますね、橋脚。そして下にはなんだっけ、細沢川が流れています。そして、向こうに見えるのが吾妻川ですね。ちょうどそこの、この2つの川が合流する地点にいます。はい、おお、すげえ、だいぶ迫力あるな。戦時中に急ピッチで作ったにしては、かなりしっかり作られています。形もほとんど崩れてないですね、おそらく。いやー、素晴らしい、いいですね。よし、それでは、いやー、どうしよう、ちょっと夕方だな、すいません、ちょっと夕方でもう暗くなり始めたんで、この先はちょっとまた後日にしたいと思います。
はい、というわけで、後日日を改めてまた群馬県にやってきました。ここは半力橋という橋らしいです。そしてこの橋のすぐ隣に、はい、この間見た森の中の橋脚とは違い、道路のすぐ真横にあります。2本しっかり立ってますね。しかも今通っている道路より背が高いですね。よいしょ。おお、下には綺麗な川が流れています。いやー、しっかり残されてるんですね。で、このまま向こうにあった、昔の嬬恋駅へつながっていたという感じですね。じゃあこのまま嬬恋駅の方へ再び行ってみましょう。はい、というわけで未成線最後の隧道を発見しました。このトンネルはほとんどもう完成はしているみたいですね。形もかなり綺麗です。そして、この隧道を抜けてこの目の前の平場をずっと向こう側に抜けていくと嬬恋駅があります。はい、じゃあ早速。おー、しかも想像以上に結構広いですね。はい、中まで入っていきましょう。よいしょ、お邪魔します。おお、すげえ。これ一応ですね、情報によるとこの先は工場の敷地内となっているそうです。おお、すげー、手掘りで綺麗に掘られてますね。高さも4メーターぐらいは余裕でありますね。この上の上じゃない、この下の白い石は上からポロポロ落ちてきたやつですかね。それが蓄積されてこのようになっているんだと思います。おお、この目の前の山すごいな。よいしょ。おお、足が落ち葉にはまる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわ、しかも結構崩れやすい。よいしょ。おお、こっからトンネルは、あれですね。下に若干下り坂になっています。はい、ああ、やべ、ほんとだ。トンネルの向こう側には、建物が見えてます。あ、なんか入り口にあれだな、資材が置かれてます。どうやらここまでしか行けなさそうですね。さすがに入っちゃうのはあれなんで、もうここはなんかトンネルの脇によくある人が避けたりするような避難所っていうんですか、これがありましたね。よし、ここを抜けて、最後嬬恋駅跡を見に行きましょう。はい、というわけで、嬬恋駅跡へ到着しました。一応この嬬恋駅跡はですね、草刈電鉄という鉄道が、ここには伸びていて、これは、説明書きにも書いてある通り軽井沢から、伸びていた鉄道ですね。で、おそらく終戦しなければこの嬬恋駅に、上信工業の線路も一緒に合流する形になっていたんだと思います。はい、それでは、今回は上信工業の、未成線の探索でした。というわけで本日はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。